皆様こんにちは、木下プロデュースでございます。本日もですね、写真の紹介とセレクト現像していきたいと思います。今日紹介するのはですね、2021年12月11日、清澄庭園とそれから芝離宮庭園にね行ってきた写真の紹介になります。で、前回ですね、これが2021年12月6日にですね、ウェブサイトにも掲載してますけど、11月20日に浜離宮行ったのと、それから11月23日にですね、清澄庭園じゃなきゃ旧古川庭園と六義園、それから小石川後楽園とね巡ってきた内容に続いてですね、第2弾、庭園シリーズ第2弾ということで、清澄庭園と浜離宮ですね、芝離宮ですね、行ってきた模様になります。で、ちょっとね紹介ですけど、清澄庭園の位置的にはですね、東京駅の東側、なんていうんですかね、清澄白川駅、地下鉄の清澄白川駅ですね、大江戸線か半蔵門線ですね、はい、から徒歩どれぐらいですかね、だいたい5分もかからないかな、はい、信号一つ渡って、すぐのところにね清澄庭園と、あとね隣に同じぐらいの清澄公園っていうのがあって、こちらが清澄庭園ですね。で、入り口はですね、ここ2つあるんですけど、いつもはですね、こっちの手前から入園できるんですけど、ここ最近はコロナの影響で入り口と出口を分けてね、奥から、ここからこうやって行くと奥側から入って、手前側から出るようなね、感じで運用されてましたね。で、昔はそういうのなくて、手前から入って手前から奥と手前両方ともね出入り口になってたんですけど、今はね入り口と出口をねちょっとね分けられてましたね。はい。で、回遊式な庭園ですね、池の周りを巡るようなね庭園になっております。位置的にはこの清澄白川なんですけど、ちょっと歩けばねこうやって門前仲町があったりとか、あとは木場公園があるので、この東西線の門前仲町もしくは木場公園経由のね清澄白川とかね、門前仲町で深川不動堂とかね富岡八幡宮経由でね行ってみるのもちょっと一つの、ルートになるのかなというふうに思いますね。自分のこの木場門前仲町会はねよく行くんですよね。木場に歯医者があったりとか、この糸魚川の中に映画館があったりとかねするのと、昔、今の、そうですね、事務所の前かな、この辺にもねちょっと拠点があって、一時期通ってた場所で、結構よく行き来してる場所だったんでね、今でもねたまに行ったりしてます。はい、じゃあね、写真の紹介いきましょうかね。カメラはですね、Z7 と1430ですね。1430の F4 ですね。はい。今の広角レンズを持っていきました。はい。で、実際写真、そうですね、着いた時間が10時20数分ですかね。はい。で、この日ね、12月の11日土曜日、すごいね穏やかな日でしてね、風もなくてね、もうポカポカしてましたね。はい。で、北から入るので、入ったらもう正面に、なんていうんですかね、こういう形で太陽が出て、逆光気味にはなるんですけど、この写真、この方向からの写真がよく庭園ガイドに用いられる写真になってますよね。はい。で、目標とするのが、この紅葉の、イチョウですね。イチョウの木。うん。この辺のね、周りが紅葉になることはないんですけど、ここにイチョウがね、大きなイチョウの木がここと、ここと、3箇所ぐらいあって、それがね、ちょっと目当てで行ってきましたね。で、例えば、なんていうんですかね、昭和記念公園とこのイチョウ並木はもうとっくの昔に枯れてというか、葉っぱが落ちちゃってるんで、
まあ、この、まあ、庭園関係もね、もうダメなのかなと思ってみたら、結構ね、まだ全然葉っぱが残ってて、まだまだ見頃でしたね、逆に。ちょうど今がいい季節でしたね。あの、天気が荒れることもなく、それから、まあちょっとね、寒くもなく、あまり寒くもなく、まあ寒いっちゃ寒いんですけど、なので、まあ葉が落ちなくて、まあ雨風吹いちゃうとね、どうしても葉が落ちてしまうんですけど、まあそんなに、あの、天気が荒れてなかったせいか、幸い、まだまだね、葉がついてて、ちょうど見頃な感じでしたね。これはちょうどね、あの、太陽が左から当たってるような感じですね。これちょっとシャッタースピード320分の1と500分の1の違いですけど、わかりますかね、これね。よいしょ、こんな写真と、それからこういう写真で。まあ、特にね、黄色っていうのはね、あの、まあ、デジタルカメラ得意としないところなんで、よくね、分かりやすいと思うんですけど、右の方がシャッタースピードが500分の1、左が320分の1で、まあ、データ見ても、このね、ヒストグラムを見ても分かる通り、結構ね、左側が抜けちゃうっていうんですかね、黄色がちょっと飛んじゃうとまで言わないんですけど、まあ、どうしても右の方がね、しっくり落ち着いてる感があるのかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとね、この辺セレクトしときましょう。はい。でね、時計回りですね。入り口がここでこういう形で回ってきてます。はい。時計回りで回ってみました。で、まあね、左回り、右回り、どっちでもいいんですけど、まあ今回はね、時計回り。でね、今写真撮ったのがこのイチョウですね。あとね、右の方に、あ、映ってますね。はい。さらにね、これで回ってきて、対岸側に来たんですけど、ここにもイチョウがあるんですね。はい。まあ、どっちかといえば、まあ、このイチョウ、さっき一番写真撮った、この写真のイチョウの方が、まあ、ちょっとメインになるかな。まあ、ここにね、こうやって、あの、椅子とかがあってね、まあ、ちょっとイチョウを見ながら、まあ、庭園、見学、庭園堪能できるっていうような感じですよね。まあ、これ秋だけですね。はい。ここはね、ちょっとね、地図で言うと、こういう形で2つに分かれるんですよね。今入ってきてイチョウがあったあたりはこの辺なんですね。で、もう一つ大きなイチョウがこの辺にあって、まあ、こういう形で、まあ、回遊するんですけど、まあ、ここですね、このエリア、うん、このエリアがね、また違うエリアになっていて、どちらかといえばここはまあ春と秋なんですよね。まあ、夏は夏でまた、あの、楽しめなくはないんですけど、自分も7月以来に行ってるんですけどね。で、清澄庭園の、まあ、秋はこのイチョウ。で、春がここなんですね。まあ、写真今回撮ってませんで、撮ってないんですけど、まあ、こちらがね、桜なんですよね。で、こっちのエリアは、もう、なんていうんですか、桜がすごいいっぱいあって、まあ、この辺多分桜の木だと思うんですけど、まあ、皆さん、なんていうんですかね、シート引いて、桜の見学なんかをやられてたりしてますね。はい。で、イチョウはここですね。こことここにあるようなイメージですね。はい。それで、地図から写真に戻ってと。のでね、今はね、秋なんで、このイチョウが見頃と。でね、これ対岸のあたりに来たんですけど、まあ、このスカイツリーが見えるんですよね。だからちょっとね、スカイツリーバックというか、スカイツリーを入れて写真っていうのもありかなっていうふうに思いますね。ただ何せね、1430のレンズなんで、ちょっとスカイツリーをこうやってね、見せる、大体的に見せる撮り方はちょっとないかな。ね、あくまでもね、超広角レンズなんで、あ、スカイツリー映ってるんですね、みたいなね、感じの方がいいかなっていうふうに思います。またこういうらしいところを、そうですね。まあこうやって赤いもみじみたいのもあったんですけど、どちらかといえば日陰になっちゃってるんですよね。だからちょっと太陽の日差しを受けたのをちょっと狙ってはみたんですけどね。ちょっとなかなか難しかったかなっていうふうに思いますね。
もうちょっと、なんていうんですかね、シャッタースピードを、なんていうんですかね、遅くしてもね、良かったかなとは思いますけどね。まあ、ちょっと、まあ、400分の1。まあ、悪くないかな。まあ、こんな感じですかね。で、これがね、料亭っていう、まあ、お茶屋っていうんですかね、茶室というか、まあ、普段は、なんか予約しないと、まあ、使えない、まあ、なんていうか、お茶会とかね、やるところなんですけど、まあ、たまに夏はそうですね、前回、夏に行った時なんかは、かき氷とか、あとは抹茶とか、まあ、冷たい飲み物なんかを、まあ、提供できたりとかしてましたね。まあ、自分もね、夏の機会に、一回でもね、ちょっと行ってみたいなと思ったんですけど、まあ、夏は終わってしまって、今はね、もう完全予約制ですね。まあ、ちょっとね、来年は、そうね、もう何かの動画でも言いましたけど、一回この、なんていうんですかね、この茶室みたいなところにね、入って、ちょっとね、休憩して写真撮ってみたいなとは思いますけどね。まあ、あとね、この池は、あれですね、なんて言うんだろう、すっぽんじゃない、すっぽんが、そうか、そうそう、すっぽんがいるって書いてあったかな。まあ、あとはね、亀と鯉ですかね。はい、ここは、なんて言う、浜離宮とかと違って、海水じゃないんでね、普通の池ですね、はい。あとね、これよく庭園で見かけるやつですね。松の虫を避けるというか、虫取りって言った方がいいのかな。こも巻きって言うんですけどね。で、これ下の方がきつく二重で巻かれてて、下が一重で、要はこの虫をこうやって下に落ちてくるのを捕まえるんですよね。で、春になったらこれ取って、で、虫がついてるやつをこれ燃やすっていうやつなんですよね。まあ、なんか一説には、まあ、これ昔ながら先人の知恵でなんか伝統守ってるんでしょうけど、まあ一説によるとあんまり効果がないとかね言ったりしてたりしますけどね。というわけでね、大体清澄庭園、そうですね、40分ぐらいいたんですかね。あんまり大きな庭園じゃないんですぐ回れると思います。で、今回はまあ34枚撮って、セレクトちょっとしちゃったものがまあ6枚ぐらいですかね。ちょっとこの辺は現像しておきましょうと。はい。で、で、これ終わった後はですね、浜松町大門ですかね。ちょっと地図で言うと、まあ、大江戸線か、まあ、半蔵門線の清澄白河なんですけど、まあ、この大江戸線使ってずっと南下してきてですね、南下して南下して、で、まあね、途中の、まあ、築地市場あたりでね、降りて、浜離宮寄ってもよかったんですけど、大門までやってきたんですね。大門の駅だと、ここら辺りですね。で、ここから、この、旧芝離宮恩賜庭園までやってきました。はい。芝離宮もね、年に1回、2回ぐらいしか行かないんですよね。で、多分、駅から一番近い庭園ではあるんですよね。はい。あとは、六義園ですね。六義園駒込から、なんですか、駒込に近い出口を使えば一番近いかもしれないんですけど、まあ、そこの門はね、開いてないことが多いんで、まあ、通常運営している中では、芝離宮が一番浜松町駅、モノレール JR 浜松町駅、もしくは大門からね、京浜急行、あ、都営浅草線か。あとは大江戸線のね、大門から、もう徒歩そうですね。浜松町駅からだったら1分かからないぐらいですかね。ここが門なんで、もうすぐ入ってね、駅降りてすぐのところにありますね。それから浜松町大門もね、この辺がすごい開けて、ウォーターズ竹芝とかね、劇団四季とか、この辺の人たちがね、すごい多くて、この竹芝通りがね、すごい人がいっぱいいましたね。はい。まあ、再開発っていうんですかね、ウォーターフロントの再開発みたいな形で、ね、すごい栄えてますよね、今はね。じゃあその、芝離宮に行った模様をちょっとお伝えしてみたいと思います。芝離宮、そうですね、お昼食べて行ったんですよね。これがね、芝離宮の門ですね。芝離宮は150円かな、入れますね。はい。
でもね、まあ、改めて、まあ、今日持ってった装備ですけども、まあ、こういう形で、まあ、Z7 と1430、まあ、これは変わらずで、まあ、GoPro、あ、そっか、GoPro で動画も撮ったんですよね、そういえばね。まあ、ちょっとそれをお伝えできればいいかなというふうに思います。で、実際写真の紹介ですけど、縛り球。到着したのがちょうどお昼ですね。11時59分。まあね、まあ天気は相変わらず、まあ晴れが続いておりまして、人も少なくね、ちょうどいい感じでしたね。で、縛り球も時計回りですかね。はい、縛り球もね、春先の桜ぐらいと、まあ秋ね、紅葉で来るぐらいで、あんまり他のシーズンは来なくて、今年確か初めてでしたね。はい。でね、これ、紅葉がね、結構実は見頃だったんですよ。これ大収穫でしたね。ここもね、終わってたりするのかなと思ったんですけど、結構まだまだ見てください。ご覧の通り。もちろん葉が、落ちてたりすることもあるんですけど、まだまだ全然、ちょうど見頃でしたね。で、もうこれ周りがね、まあ、貿易センタービルとかね、もう取り壊しちゃいますけど、文化放送のビルとか、あとはこの後ろの方にね、ソフトバンクの本社とかね、もう本当にビルに囲まれてるところなんですよね。あとはこの真正面に見えるのが東京モノレールの浜松町駅ですね。で、これが東芝でしたっけ？東芝本社と隣に東京ガス。あ、こっちが東京ガスでしたっけ？で、東芝と東京ガスの本社があって、で、これが新しい貿易センタービルがあったりとか、これが何でしたっけ、ウォーターズ竹芝じゃなくて何でしたっけ、ちょっと忘れちゃった。あ、これが日本生命ビルかな。はい、ちょっと。あ、そうですね、日本生命ビルと、これが何だっけな、世界貿易センタービル南館っていうのかな。これが世界貿易センタービル。そう。で、これがね、最近できた日本生命浜松町。クリアタワーとかね、この辺がね、もう地下でつながってたりしてますよね。で、これが取り壊されちゃうんですよね。2027年ぐらいに新しいビル建つって言ってましたかね。はい。浜松町もね、結構よく、よく使うっていうかね、まあ、縛り球があったりとか、あとは、まあ、大江戸線で降りたりとかして、JR 使ったら、あとはモノレールですよね。自分よくモノレール乗るんで、まあ、モノレールで乗り換えで浜松町とかね、使ったりしますね。まあ、あとは、そうですね、お仕事でこの辺の大門あたりとかね、来たりしたりしてますし、あとは、まあ、そうですね、浜離宮、縛り宮をね、こうやって歩いてね、二つ回るってこともあったりしますね。はい。まあ、結構ね、この辺は、東京でも自分はどっちかといえばこの、なんていうんですかね、東のエリアの方が、まあ、なんて、よく訪れるというか、うん。こっち側のよくね、新宿方面に比べると、まあ、全然、こっちの東京駅、有楽町、この京浜東北沿線っていうんですかね、山手の東側の方が、まあ、しっくりくるというかね、逆に、なんていうんですかね、こっちの新宿、池袋なんて言ったらもう、年に1回、1回かないかぐらいで、まあ、新宿はまあ乗り換えとかでね、たまに行ったりしますけど、まあ今でも、まあちょっとね、新宿方面っていうと、なんていうんですか、ドキドキするというか、まあ道に迷うというかね、はい。というようなね、感じなんですよね。だから結構この、うん、縛り宮、浜離宮あたりっていうんですかね、はい、その辺はね、結構、街乗りのあるエリアっていうんですかね。はい。でね、続きですね。はい、まあ、こういう形で、結構で見頃だったんですよ、これが。もうね、なんか、まあ、人もね、そんなに多くなくて、シューターの人も、まあ、シューターじゃないか。写真撮ってる方もね、本当に少なくて、まあ、自由にいろんなアングルからね、撮りましたね。はい。まあ、これなんていうのは、こうやって反射光と透過光がね、一緒に映ったりしてて、もうね、何がいいんだろうっていうのがね、ずっと研究してましたね。
まあ、これちょっと手前に、これだと逆に難しいんですよね。手前にこうやってピンが合ってるんですけど、まあ、実際光浴びてるのが背景になっちゃってるんで、まあ、ちょっとなんつうんですかね、前があんまり冴えないっていうんですかね、こういう撮り方ちょっとね自分でも撮ってて、あ、難しいなって思いましたね。はい、まあ、これ思い切ってもう F8 じゃなくて、ね、F4 とか開放で撮って、もう手前にピンを置いて、まあ、この辺からずっとボケさせてもよかったのかなとかね、思ったりもしましたけどね。これなんかね、ビルをね入れて、まあ、こういうふうに囲まれた写真を撮ってみたって感じですね。これもなんかね、1430だからできるんですよね。これ 14mm、ね、ワイド端で撮るとこんな感じなんで、まあ、標準のね 50mm とかだとちょっとこういう撮影はちょっとできないかなっていうふうに思いますね。まあ、とにかくね、紅葉が見頃だったんですよね、ちょうど。はい、まあ、これもね、もう背景ビルが出てるのは、もうビルが映るのはもう当たり前になってるんで、まあ、じゃんじゃん入れてね、はい、いいかなというふうに思いますね。これもね、もう一面こうやって紅葉まみれみたいなね感じで、まあ、ちょっとこれやりすぎ感もなくもないんですよね。ちょっと透視系になっちゃってるんで、少しまあこうやって抜けがあって、まあ、向こう側見せてもいいのかなって思いますけどね。これがねちょうど遊歩道で、まあ、こうやってね紅葉の木がいっぱいあってですね、すごい良かったですね。はい、これ逆に反射光、これが透過光ですね。はい、これも一面に太陽浴びて見た写真ですね。はい、これも立派でしたね。すごい、ここに東屋があって、なんかお弁当とかお茶飲んでる方とかもねいましたね。いや、ほんとね、風がなくて穏やかな日でしたね。こう結構浜が近いんでね、浜風が吹いたり吹き込んだりするんですけど、あ、これはあれですね、シャッタースピードですね、400分の1と250分の1、さっきの清澄庭園のイチョウと同じですね。これはちょっと250分の1で、まあ明るいんですけど、これ400分の1でちょっと引き締まった感ありますよね。なのでね、やっぱりこうやってこれの方がいいかな、やっぱり同じ撮影位置でもなんかいろんな設定で撮るべきですよね。1枚じゃなくて640分の1 F5、500分の1 F6.3、 400分の1 F6.3、 250分の1 F6.3 みたいなね感じで、あとはまあこういうちょっとね 18.5mm で撮ったり 19.5mm で撮ったりのがね、まあね、やっぱりデジタルカメラなんで、まあ、電気代もフィルム代もかからないんでね、まあやっぱりいろんなやつ撮ってみて、それで、まあ、後でこうやってセレクトするときに、どれにしようかなっていう方がやっぱり正解ですよね。写真のセレクトとしては、撮り方としては、まあ、1枚だけ撮って後で、まあ、コンピューターの処理でね、パソコン上で処理しちゃえばいいやっていうのは、まあ、自分はちょっとやり方が、まあ、なんていうの、不正解とは言えないですけど、まあ、ちょっと違うかな、まあ、その場で感じたままにとって、いや、明るいかな、暗いかなとか、まあ、こういう画角がいいかな、ああいう画角がいいかなとか、まあ、もうちょっと、まあ、近づいてみるか、遠くになってみるかとかね、ズームしてみるかとか、そういう感じで、やっぱりその場でいろんな撮り方をした方が、やっぱり写真らしいんですよね。まあ、後でなんとかなる、いや、じゃあ良くないと思いますね。でこれ結構ね、自分好きな絵で、まあ、リフレクションですよね。これね、キヤノンのビルなんですよね。まあ、キヤノンの本社じゃないんですけどね、キヤノンペケペケさんが入ってるビルなんですけど、確かこの辺に、あ、ここが、これがそうですね。これがキヤノンって書いてるんですけどね。もうこれがリフレクションができるんですよね。まあ、これを縦構図で撮るか、横構図で撮るかみたいなね。で、まあ、あとはこういうでかい、これソフトバンクさんのビルかな、はい、まあ、こうやってね撮ってみるっていうのもね一ついいと思いますね。まあ、もうビルに囲まれちゃってるんでね、まあ、それはもうビルを堂々入れると、
まあ、こんな形で、あとね、こうやってね、なんかサギが、シラサギさんがいましたね。魚を追っかけてましたね。でね、ちょっとね、小高い丘があって登ってみました。久しぶりですね、ここ登ったのもね。もしかしたらもう芝離宮に初めて行った時以来のような気もしないでもないですけど。でこれがモノレールの駅で、貿易センタービル、日本生命のタワービルですね。でこれが文化放送があって、うん、まあこういう形で、何ですかね、よく富士見台とかね、よく行ったりしますけど。あとね、モノレールこうやって出てくるんで、モノレールを撮ってみるのもいいかなっていうふうに思いますけどね。はい。で、ね、戻ってきた感じですね。一周戻ってきて、これあれですかね、藤棚ですかね。はい。ちょうどこれがね、いい日陰ポジションになってね、ちょっとここで休んでたりしてましたね。はい。というわけで、全部で55枚ぐらい撮って、セレクトを、そうですね、どれぐらいセレクト ?10 枚ぐらいですかね。まあ、こんな写真があったり、こんな写真があったり。そうですね、まあそういろんな写真が、うん、いい、ちょうど紅葉が見頃で、まあ自分としてはね、結構取れ高っていうんですかね、収穫はあったかなみたいなね感じがしてましたね。まあ清澄庭園はね、あ、清澄庭園じゃなくて芝離宮はね、まあ本当に交通の便がね、アクセスがいいんで、ぜひ行ってみたらいいかなっていうふうに思います。これで全部で、そうですね、今回の、まあ、庭園巡りとしては、浜離宮、旧古川庭園、六義園、小石川後楽園、清澄庭園、芝離宮と、全部で6カ所ですね、回ってきました。行ってないところが、向島百花園と、旧岩崎庭と、それからあとは、殿ヶ谷と庭園ですかね。殿ヶ谷と庭園はね、実は、行かなくちゃいけないなってずっと思ってて、要は、なんつうんだろう。昭和記念公園の、まあ、国立なんですよね。あ、国分寺か。国分寺なんで、まあ、立川からそんなに遠くないじゃないですか。で、こうやって、まあ、殿ヶ谷と庭園もね、国立の駅から本当に5分ぐらいで着けちゃうんで、まあね、行かなくちゃ行かなくちゃと思って、で、殿ヶ谷と庭園もね、年に1、2回行って、自分の好きな紅葉ポジションっていうのがあるんで、ちょっと行ってみたいな、行ってみたいなと思ったんですけど、ちょっと行く機会を逃してしまったっていうかね、まあ、まあ、立川で乗り換えをするんで、行けなくはないんですけどね。ね、ここ昭和記念公園で立川から国分寺、ただもうあれかな、さすがに紅葉終わっちゃってますかね。まあ、もしですね、今年中に行ければちょっと行ってみたいなと思いますけどね。というわけでね、今回は、まあ、なんていうんですかね、紅葉スタンプラリーがない割にはですね、それなりに庭園巡り、全部で 1,2,3,6 カ所ですか、行ってきたということをお伝えしましたと。はい。はい、またね、ウェブサイトの方に写真載っけますので、そちらの方をご覧になっていただければいいかなというふうに思います。はい、本日は以上となります。失礼いたします。